どうもディーコルです。カシラ美味しいめっちゃ食ってますけど、僕も最近そうなんですけど、はい、めっちゃ食うんですよ。食べる量半端なくて。ご飯美味しいね。美味しいですね体型維持、はい、とかってなんか意識してやってることとかってあります？なんかこれやっとけばまあとりあえず維持はできてるかなみたいな。制限ってことじゃないですけど、うん、あんまり食べ過ぎないようにはしてます。意識して。意識して。8番目あと時間帯とか。ああ、時間帯とかはありますよね。うん、それぐらいですよ。本当ですか？はい。なんかやってます。うん、まず今言ってたようにご飯、夜ご飯やね、うん、夜ご飯が一番太る。うん、で、おかわりをしない。あ、ご飯おかわりしたいかなっていう時もおかわりしない、うん、けどやっぱダイエットって続けないと意味なくない、うん、そうですね、うん、で、うん、何でも無理に制限しちゃうと絶対続かないんで、うん、お菓子は俺制限してないのね、うん、全然食べて OK みたいな、うん、チョコレートも大好きだし、うんうん、全然食べる、うん、あと、まあ、やっぱ毎日筋トレはしてる。ああ、筋トレ、そうそうそう、いいですね。で、俺はやっぱ何でもね継続しないと意味がないと思った、うんうん、で俺がやってる筋トレっていうのはね、腕立て腹筋背筋20回だけ、たったこれだけ、うん、だけど毎日だよ、うんうん、そのおかげで別にお腹がね、うん、それ以降ポコってなることもないし本当にへこんでね、うんうん、とはいえ僕も筋トレね毎日普通にやってたら飽きてきちゃうんで、うん、便利グッズを使ってるんですよ。便利グッズ、うん、はい、このローラーなんですけどね、はい、アマゾンでいくらぐらいやったかな、多分西とか持ってる1200円ぐらい。もうそれぐらいですね。まあめっちゃ安く買えるんですよ、うん、でこれどうやって使うかっていうと腹筋なんですけどね、まあ、実際やってみましょうか。はい、まあね、こうやってこう、おお、あ、戻してそう、うん、これ簡単にやってるように思うけど結構辛い。これ結構使いますよね、うん、こうお腹の中まで使うような腹筋、うん、僕言っても腕立てとか結構できるんですよ。あー、うん、言っちゃった？はい、やっちゃった。いや、なんかできそういや、まあ、確かにね、これは簡単かもしれない、うん、で俺がいつもやってるのは、はいはい、あ、いいですね。あ、おお、これです。これめっちゃ効きますよ。これで、俺これ買う前も毎日腹筋やってたんですけど、これ初めて届いて今のやつね、5回ぐらいやったら筋肉痛3日ぐらい続きましたわ見た目以上に効くし、短時間で腹筋鍛えられるんですよ、うん、これ僕も持ってるんですよ。あ、できるできる、はいはい、これめっちゃきつい。これなんかでもできそうな感じしますけど、まあ、やってみろってとりあえず座ってやりましょうか。トライ。お、わあ、でお、あ、座ってはできるかな。できる、いける、いけるんじゃないですかこれ。立ってでもやってみてよ。じゃあちょっとやってみますよ、はい、ほらな、大丈夫ですよ。あれ、もう一回やってください。あれ、何これ、え、もう一回行きましょう。もう一回、これめっちゃ腹筋いるんやって。あー、はい、戻って、戻ってえ、これすごくないですか。いや、これが本当に、うん、時短で腹筋できるって感じ。これ辛い。これ、腹筋、普通の腹筋20回、30回やるより、これ10回やる方がきつい、ね、きつい、きつい。中の方がこう、うん、なんかインナーマックスするから鍛える。あー、わかるわかる、そうやね、違いますね、うん、普通の腹筋と使うとこ違うけど、もう引きちぎられる、わかるわ俺もその筋肉痛が続いて、はいはい、もうでもね、毎日俺はこれ10回やるって決めてて、みんながね、朝会社来る前に一人でやってるこれ、Dコレのね、部屋に置いてあるんだよね、流行ってて。あ、ずっと飾ってあったわけじゃないんだ。いや、これ毎朝やってるから、マジで会社でやってたの。やってるやってる
ぜひ2問もやってください。辛いですね、はい、でも本当に辛いなと思いました。でやっぱね、夏とかになると T シャツで過ごす時とかあるでしょ。でその時にやっぱお腹が出てるとね、いくらかっこいいコーディネートでもちょっと残念というかね、まあやっぱそこはねおしゃれの一環だと思って、そうですね、やった方がいいんじゃないかなっていうのが、今日の動画の内容です。そうですね、はい、はいはいはい、まあ、年齢もね、うん、上がるんですけど、そうですね、あ落ちにくくなってくるんで、これは本当おすすめですね、うん、はい、はい、ぜひ使ってみてください。はい、はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。やっぱりできない。もう一回やってみた。せめて戻るとこまでやってみよう。そうですね、結束を。つらいな、これ。つらいやろ。この辺で止める。はい、止めて、戻って、戻って、もうこんなんなってます。